皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。いやー、雨がすごいすごい、夕立とかがなかなかすごい勢いで降って、もう服びっしょびしょですよ。で、服だけならまだいいんですけど、なんとこの車ちょっと雨漏りするんです。ドアのところから入ってくるんですけど、ゴムパッキンが弱くなってるみたいで、どうしても隙間ができてて、あんまり勢いよく雨が降るとそこからポタンポタンポタンと中に入ってきます。ということで今日はこちら、防水隙間テープを貼りたいと思います。言ってももう前から一回貼ってはいるんですね。まあそれでもこれもちょっともうボロボロになってきてるので一回剥がそうかなと思います。で、これもこれ結構頑丈なやつなんですけど、これも途中まで貼ってるんですけど、ここから先がちぎれてるんですよ。で、案の定この辺りから入ってきてパタンパタンパタンってなってます。ということでこれを今日は貼り替えたいと思います。それではまずは今貼ってるやつを剥がしていきます。ただそのまま剥がしても糊の跡が残ってます。なのでまずシール剥がし的なやつ、これはガムテープ、フックの跡を剥がすスーパージェルとか書いてあるんですけど、こちらを使って、まずは綺麗にしていきたいと思います。付属のヘラでジェルを、新しく貼り直すんで、全部一回剥がさないといけなかったですね。あ、ほら、こうやってちぎれるんですよ。で、今回、新しく貼る箇所はこっちの上の方ですね。こっちに今貼ってはいたんですけど、こっち上の方に貼りたいと思います。はい、じゃあ今塗り終わりました。で、これがだいたい5分から10分ほど放置すると粘着部分が柔らかくなります。とで、頑固なやつはもう少し時間を置いてみてくださいって書いてあるんですね。で、柔らかくなった粘着部分を付属のヘラで綺麗に落としてください。もうこいつ大活躍じゃん。ということで少し時間を置いてみたいと思います。はい、じゃあ時間が結構経ちましたので、ちょっとこいつでやっていきたいと思います。おー、すごいすごい、取れる取れる。
結構今取れてます。ちょっと見てください。こっちでいいかな。ほら綺麗に取れていってるでしょう。すごいな。でも地味にきついなこれ。もうちょっとこうごっそりいくのかと思ったら、こいつどうすんの。できた。あ、できたんじゃない。とりあえず剥がし終わりました。さあじゃあこっちを貼っていきたいと思います。今回買ってきたのもこんな感じのゴムです。ちょっと結構弾力があるやつ。これをこの上のとこに貼っていきます。できました。さあ、あとは雨が降った時に楽しみにしておきましょう。それでは、俺にかかってこい。